ボンドチャンネルをご覧の皆様こんにちは、ボンドショップ浦和坂井です。今日はこちら日産フェアレディ Z34 ですね。こちらに、BC フォージドの装着と、あとはあのブレーキですね、あのブレンボのキャリパーを取り付けをご紹介したいと思います。純正です。こんな感じですね。結構小さいですね、ローターも。はい、ちょっとそこら辺も変えていきます。で、すでにこの車あの以前あのカーベイのバージョン3を入れてますので、ちょっと車高の方は下げてありますので、はい、ちょっと低いです。はい、タイヤ外した状態です。これが今純正です。フロントですね、これ。はい、前回入れたカーベイ入ってます。はい、こちらリアです。ではブレーキをバラしていきます。はい、こちら取り付けするホイールです。組み込んだのはミシュランのパイロットスポーツ 4S ですね。はい、でこのホイールは HCS シリーズの HCS03 です。はい、こっちフロントです。でこっちがリアです。ものすごいコンケーブですが、ちょっと分かりますかね。はい、でこっちがリアなんですが、はい、色はダークブラッシュドブラックに、これリムがグロースブラックになってます。でピアスボルト、これ見えない仕様なので結構シュッとしたデザインですね。はい、じゃこれを、ブレンボを取り付けてから装着したいと思います。はい、じゃあフロントバラしていきます。でフロントはもう、まあ、純正どんどん外していっちゃって、で今度つける、ブレンボ用のローターに付け替える感じですね。で、ブレーキのラインもここ Z だとここからこう後ろ通ってこっちを来て、これがショックにくっついてっていうようにちょっとややこしい取り回しになってるんで、まあ、そのあたりも全部総取っ換え今回しちゃいます。はい、ではこのキャリパーのブラケットごともうこれ全体をガボッと外しちゃいます。外すのは後ろですね。はい、このちょっと緑っていうか青っぽいボルト2本、ここを外していきます。今後ろのボルトを緩めてあります。で、ここブレーキのラインが1回ここで固定されて、このナックルの後ろを通ってるんですよね。でここでもう切っちゃいます。この後ろ側の鉄のパイプなので、ちょっと、どうにもこうにも動かないので、キャリパー外すのにここからこの先まで一緒になってる状態で外しちゃいます。ここですね、この板がクリップが入ってるんですけども、これを外して、でここのネジになってる部分をこう回していくとパイプが切れます。ブレーキのライン切りました。ブレーキのライン切るとき僕たちこういうホースにこう挟み込むような感じです。ホースを挟んで止める、でフルードの漏れを防ぐっていうピンチャーっていうのがあるんですけど、まあ、こういうので、まあ、ラインの交換するときは挟んでなるべくエアを噛まないようにしてやってます。それでもまあ入っちゃうんですけどね。はい、なので最後はエア抜きは必ず必要です。そしてこれが今取れたのでこっちの後ろまで取れました。はい、でこの状態になったらあとはキャリパーごと外しちゃいます。でちょっとこのホースの先端からあのフルードが垂れてくるのでちょっと注意です。はい、キャリパー取れました。
そして、次はこのローターですね、取っていきます。でローターですけども、大抵ここがサビで固着してくっついちゃってます。なので、まあ、ラスペネだったりこうちょっと油を刺してこのハブの周りだけちょっと入れてあげると剥がれやすくなります。でここまで来たら普通はそのままローター交換なんですが、ちょっとローターの径が大きくなるんで、このバックプレートちょっとこう耳が出ているところが当たってしまうので、その加工をちょっとしていきます。あとこっち側ですね、キャリパーの、ブラケットがつく方、こっちも大きいものがつくんでちょっとこう、カットしたりしていきます。金切りバサミでチョキチョキと、意外とよく切れます。であとはちょっとここの切り口を整えて、処理します。はい、そしてブラケットを刈り当てします。ぴったりですね。はい、はい、じゃあ続いてはこちらローターです。まあちょっと中古今回取り付けるんで、まあ本当はよろしくないですね。まあできれば新品の方がいいです。ここの耳が立っているところだったり、ちょっとこの目にはちょっと分かりにくいんですけども、デコボコがこう溝があるんですね。そういったヘマモをしているんで、まあ、できれば新品で取り付けるときは新品のパッドローターセットでお取り替えっていうのがベストなんですけども、まあ、今回はこちら、まあ、ビッグローターなので、まあ、これをちょっと活かしてパッドだけ変えるという感じですね。でこれをつけていきます。落っこちないようにちょっとナットで仮締めしておきます。でここにキャリパーをまた仮当ての方をして、パッドの位置だったりを見て問題なさそうであればそのまま、こっちのブレーキラインの交換の方をして、いよいよキャリパーがついた状態になります。で、はい、こちら取り付けるブレンボです。純正のブレンボですね。今回ボンドボディの方で、リペイントしてイエローに仕上げてあります。ちょっとまあ持ち込み中古ということで今回取り付けますが、まあちょっとホイールとその他もろもろやってくれるということなので、ちょっと今回特別にやってます。はい、で、こちら使用するのがディクセルのテーダストパッドタイプ M です。これで、まあ、リペイントしたこのイエローのキャリパーも、まあ、汚れないで、ホイールの方も綺麗に保てるんじゃないでしょうか。で、こちらテーダストパッドに、それぞれ組み替えます。はい、ちょっと古いパッドなんで。で組み替えてから取り付けしていきます。はい、フロントキャリパーですね。これはここのピンがいると思うんですけど、この2本のピン取れば、あとはあのスコーンとキャリパーの内側の方からパッドが取れます。全然違いますね。キャリパー大きいとカーベイの黄色と合ってますね。はい、じゃああとはあのブレーキのこのラインの方、付け替えて配管の方をしていきます。はい、はい、着きました。で最後にここのクリップを外してパイプをつなぎ合わせます。でその後にエア抜きという感じですね。はい、シックスポットです。かっこいいですね。フロント完成です。はい、では次は後ろです。
で後ろはここですね。配管もここからキャリパーからずっとここのクリップのところまで短いので多分すぐ交換できちゃうと思います。はい、であとこのバックプレートの加工はこれもちろん、一周こう耳が立ってるんで全部カットしていきます。ちょっとそれが大変かもしれないです。はい、あとインドラム中にドラムブレーキが入ってます。ではバラしていきます。キャリパー取れました。こういう工具もあります。あの洗濯バサミみたいな。はい、では例のごとくローターを外してこちらバックプレートの加工ですね、ちょっとしていきます。でこれインナーシュードラムブレーキですね。サイドブレーキの役割してます。でゴミがすごいんでちょっと清掃ついでにちょっと給油の方もしてあげたらよりいいかと思います。はい、でこちら外したドラムです。こっちもインドラム中古なのであれですが、K は結構大きくなってると思います。では作業続きます。はい、今ローターをつけたんですけども、このインドラムの調整をちょっとしてから、キャリパーのをつけていきます。でこのちっちゃい穴からまあ、ドライバーだったり、まあ、そういう調整用のツールを入れてこう中のダイヤルを見えないですね、ここです。このダイヤルを回して両サイドこう右左へあの押し広げて隙間を調整します。これであのサイドの利きなどちょっと変わってきます。はい、ではこちらリアキャリパーつけていきましょう。リアは純正です。純正対向2ポットですけど、まあ、ちょっとパッドの大きさも変わるんで効きが良くなるんじゃないでしょうか。はい、リア完成です。であとはエア抜きをしていきます。はい、ではエア抜きが終わったので皆さんお待ちかねのホイールをつけたいと思います。はい、では着地しました。はい、いい感じです。はみ体ではないですね、つらちょっと内側に入るぐらい、ドンピシャサイズってやつですね。でリアです。リアはもうリムがあーでもちょっと入ってるぐらい、はい、これもドンピシャの感じです。はい、そしてこのコンケーブかっこいいですね。はい、そしてキャリパーの黄色が映えます。はい、すごくいいと思います。じゃあちょっとあとは試運転をして完了となります。はい、ということで完成です。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。はい、ホイールです。 BC フォージド HCS03 ですね。はい、そこにブレンボ、これフロントが6ポットのブレンボな GT キットですね。はい、そして後ろ深いコンケーブで、リアのキャリパーは純正のものを使っております。はい、まだまだこちらのお車カスタムする予定があるということなので、またエアロの装着だったりいろいろやるそうなので乞うご期待ということで、次回もちょっと紹介できたらしてみたいと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。またボンドチャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録の方もよろしくお願いいたします。以上、酒井でした。